ますか？聞こえていますか？まっすぐお進みください。そのまま完全の敵を討ち、力を示すまで。中へお入りください。ようこそ参られました、若き騎士様。私はセシリア、騎士様を神域へ導く者。本当によく参られました。あなたのこと、優しく温かく。私たち人は新しき神々として、それに抗う力こそが騎士なのです。滅びの時を避けるため騎士に選ばれたあなたは、でもいかに騎士に選ばれたとはいえ、すぐに神神域は人の住めぬ地。あ、神域でもし特別な力を秘めた兄、私に何かできることがある。神殺しの技、真偽があると。騎士だけが私たちの人の最後の希望、持てる力。さあ、まずはこの森を抜け。古の時代、地上を焼き尽くす大いなる戦いの後、古き神はこの地を去り、新しき神々が降臨した。受胎する豊穣、ピオジリア、落雷の水間、ニオバニス、庇護する城郭、ランドルード、クルモ、アンカーバイン、救済者、エフーフパールーノ、教会の森、ノーザース。新しい神々は世界の選別による支配を行った。神々の庇護を受け、全てを持てる者、神明、選ばれし民は神域で長きにわたり幸福を享受していた。一方で神々から切り捨てられ、全てを失った者、全民、捨てられし民は世界から切り離された地で疲弊し、死を待つだけの時を送っていた。しかし、その中から神々に挑む者たちが現れた。神々を殺す技、真理を食い、自らを騎士と名乗るその者たちが、この支配からの解放を勝ち取るため、神域へ足を踏み入れるのだ。
じめまして、騎士様。私はアルト。セシリア様から騎士様の補佐を言いつかっています。騎士様はこれから神に挑むのですから、いろいろと準備しないといけません。こちらの古き神の像については知っていますか？古き神は、古の時代にこの地を去りましたが、今も私たち先民が信仰している神です。この地上には、古き神のエーテルが残っていて、今も人々に福音を授けてくれています。福音を授かるには、神域内の生物、物質から生み出されるアニマを集める必要があります。そして、集めたアニマを古き神の像に捧げる、その他、でも、仕入れもただじゃありません。それでは、サブクエストは、皆さんお困りのようで、マテリアライズでは、マテリアライズに、騎士様のサポートが務め、私のバッグに荷物を預けること、こう見えても、キルリストは特別な、でも、